相互作用説の説明。左からそれぞれ相互作用説、随伴現象説、心身平行説。P は物理的なものの状態、M は心的なものの状態を表す。心身相互作用説とは、心身問題に関する考え方の一つで、この世には心的なものと物的なものという全く異なる2種類のものがあり、かつその両者は相互作用している。 とする考え方のこと。脳内の物質が意識の世界から影響を受け、物理法則とは異なる動きをすることがあるという考え方である。対比される考え方として、心的なものは物的なものに完全に付随して生まれているという随伴現小説、そして心的なものと物的なものはお互いに影響を及ぼさずに並行して進んでいるという心身平行説がある。 一般に単に心身相互作用説とだけ書かれている場合は、デカルトの主張に代表される精神と物質の相互作用を仮定するタイプの実態に言論のことを指していることが多い。心身相互作用説は、20世紀中頃からは、量子力学的な現象を関連させた仮説を提唱されることが多く、こうした例として例えば、カール・ポパーとジョン・エックルズの理論などがある。 日本語のオープンアクセス文献、ありがとうございます。